私の名前は花屋の月29歳既婚です。やめなさいよ、やめなさいよ、やめなさいよ。はい、私の名前は小野賢章31歳既婚です。はい、私は33歳、江口。今日はなんと要望の多かったたった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよというアナログゲームをプレイしていきたいと思います。私の名前はケンコ、属性はツンデレ。今気になる人が2人、1人は花ちゃん、そしてもう1人はタクちゃん。2人とも幼馴染なんだ。そんな2人から今日はなぜか呼び出し、何を言われるのかドキドキする反面ワクワクもしてる。だってあの2人絶対私のこと好きなんだもん。僕はピエロ。愛してるが憎しみに変わる前、君のことを教えてくれ。結婚しよう。タクちゃんありがとう。そのプロポーズちょっと待った。僕って不思議だね。例えるなら君依存症。愛してる。結婚してください。私の名前はタクコ、最近上京してきた女。実は幼なじみの二人もこの東京の地に住んでる。今日は久しぶりに3人で遊ぶ約束をしている。楽しみだな。僕は君を飼うのが夢なんだ。運命。メロメロ。キス。感じるんだ。超ピエロかもしれない。どういうこと？急に。急に。急に。結婚してください。結婚。またー。え？君の夢を見たんだ。勢い。嘘じゃない。きっと大丈夫。君が嫌だと言っても愛してる。結婚してくれ。私の名前は花子。私はとにかく強い男が好き。おー、守ってほしい。もう強い男ね。強い男ね。タクヤとケンシオと一緒に遊園地に行くんだ。二人とも相変わらずかな。まだかな。遅いな。はぁ、花子、ドキドキする。ってなんだろう。君を消し去ってあげるよ。どういうこと。何度言えばわかるんだい。僕からは逃げられないのさ。永遠に終わらない愛してる。僕はまるで人間太陽。どういうこと？人間太陽？どういうこと？死ぬまで膨らんで口づけ。君を愛して結婚してくれ。どういうことだ。何言ってるのあなた。ね、僕はまるで人間太陽。死ぬまで膨らんで口づけ。君を愛して結婚してくれ。